皆さん最近泣きましたか？昨日泣いたって方いらっしゃいます？あ、すごい。あ、3人ですか？3人もすごい、すごいですね。ちなみに何で泣いたんですか？じゃあ涙活セミナーの始めたいと思います。涙活って言葉は以前から知ってたって方いらっしゃいます？涙先生っていう活動を始めて7年半年になります。人を泣かせてスケースするっていう活動をやっております。7年間で今まで泣かせてきた数は5万人くらいですね。泣かせてたんですが、映像や絵本の読み聞かせ、手紙の朗読等を使って泣いてもらっております。いろんなジャンルの映像を使って人を泣かすということをやっております。涙活の一番大切な効能はストレス解消ですね。どんな涙でもいいわけじゃないですね。感動の涙が一番望ましいですね。うるうるたまらず一滴でもいい。でも目が湧く場大号泣、こっちの方がすごくスッキリの度合いが高くなります。泣きやすい体質の人なんですね。例えば古典で結構泣くの表現が多いんですよ。現代の日本社会は非常にやっぱ泣きにくいなと思うんですね。我慢してる人多いですよね。もう子供の時から泣いてはいけないっていうことをやっぱ教えられている。その結果子供たちが大人になってもやっぱり自分を閉じ込めてしまう。その結果やっぱ体を壊す、ストレスを溜めてしまう、病気になってしまう。この涙活っていうのは一つ機能してるのかなっていうふうには思っております。この涙活はね、スピリチュアルの部分もあると思いまして、やっぱ来るお客さんの中で涙活を体験してですね、ハイヤーセルフに出会う、新しい自分に出会う、その結果悟りの境地に至るだとか、そういったことを言うお客さんもいます。なぜ人は泣くのかって考えることはすごく大事なことだと思います。そういうことをここで考える